本日の朝食はパンとサラダとトマトをお膝元でいただきます。ルーの可愛いフォーク、これだけで朝ごはんが彩られますね。ではいただきます。このナイスネスのシャツ、夏の間フル稼働してくれてるって手洗いします。この間なんか首を蚊に刺されて書いてたら、これね、血ついちゃったやってくれんなおいと思って洗おう。大切な運動服をしっかり手洗い。この時間もいいですよね、なんかね。綺麗になりました。よかった、血のところも取れたんで、これで日陰で干します。荷物が来ました。ピキちゃんの突っ張り型キャットタワー、キャットタワーがなかったので早速組み立てたいと思います。これがメインのポールと、これはキキちゃんの宇宙船じゃないですか。いい感じだ。すげえしっかりしてるなこれ。うん、いい感じです。何してんのあんた。さてとキキちゃん作りますよ。あれ、これどうやって作るんだ。説明書がないよ。説明書がない。説明書ありません。作り方が分かりません。くっつけりゃいいのかな。にさあ、みんなにサービスして。ピキちゃん、ピキでーす。にゃお。あー、ナイスサービスだね。ちょっと近すぎるかな。ね、何も見えないね。はい。これか。これをつなげていくわけか。すごい高いけど、これ登れるかな、キキちゃん。ちょっと宇宙船に乗ってみる。はい。ダン。どう？あ、怖い？これピキちゃん足短いからピョンっていけるのかな。この高さ途中で落っこちそう。心配。どうピキ。落ち着かないね。めっちゃ出ようとしてるやん。やだね。心配。ピキさん、警備お疲れ様です。いつもありがとうございます。高いところ気に入りましたか。ピキちゃん、ピキちゃん、高いとこ気に入った。落ち着いたね。結構高いけど、あんたの暗夜でこれ降りれるのかな。心配。ピキちゃん結局すごい低い、大丈夫低いキャットタワーになっちゃったね。降りれなかったね。ということで、めちゃくちゃ大変な作業で作ったんですけど、一から作り直しました。ピキちゃんにはもうこれぐらい、10センチぐらいの段差しかいけないようです。残念。準備ができたので出かけます。いや、今朝届いたね、キャットタワーが2m70ぐらい調整できる、結構ね背の高いキャットタワーなんですけど、うちのピキちゃんは足がもうこんな短いので全然一段も登れなくて、結局半分ぐらいのサイズになっちゃいました。こんな立派なの買わなくてよかったんですけど、ちょっと残念ですね。もうちょっと大きくなったらいけるかな。で、今日はね、ノープって映画を見に行きたいと思うんですけれども、なんかホラー
なんですよね。ね、最近のホラーって結構いろんな形があるのですごい楽しみです。でその後、僕が大好きなバイナルアーカイブ のアトリエみたいなところ、別ブランドでソルト&ペッパーっていう意味は胡椒って意味なんですけど、そこのアトリエで今、コナミジロウさんの、写真展、これはね絶対行かないと、9月の20何日までやってるみたいなんで、これはもう本当に行かなきゃということで、ちょっと代官山の方に行ってきます。はい、今日はね涼しいのでオーラリーのシャツを下ろしました。めっちゃいい感じです。では行ってきます。今日はね、シャツがメインですごい綺麗なシャツなので、下はシンプルにスラックスとコンバース。すごい、ね、汚れてんすけど、さすがにもう買い替えた方がいいかな。美容師やってるとね、汚れちゃいますよね。あら、タン。チーパー。チーパー、チーパー、チーパー。マーラー。タンが580円で、トッピングから好きなのを選ぶと、でグラム数で値段が変わるって感じですかね。悩んじゃう。これで飛ばしたらマジで死ぬ。カッパの貸し出しとかないのか、怪しいよねここね、こういうとことかね。さあ来ました、豚肉と身から、中辛ですね、空心菜、ニラ、いただきます。分かんない、あといっぱい入ってる。いやピリ辛じゃない全然。いやごちそうさまでした。チーパオは学芸大学に最近できた、中国の何ていうんですかね、薬膳スープみたいな、ね、中国だと結構ポピュラーらしいんですけど、いや美味しかったですね。っていうかね、辛い、中辛でめちゃくちゃ辛かったですね。あと春雨は、噛んでも意味がないので、適度に噛んだら飲みましょう。はい、トッピングがね、空心菜とかチンゲン菜とかいろいろ入れたんですけど、なかなかね、スパイスが効いててすごく美味しかったです。はい、さあ到着いたしました。ソルト&ペッパー、この3階ですね。よいしょ、やってるやってる。これですね、コナミジロウさん。人通りがねちょっと少ないですね。落ち着いてていいですね。猫の教科書、猫の教科書、にゃんでかな、にゃんでかな、猫の本音がわかる本。いやー、コナミジロウさんの写真めちゃくちゃかっこよかったな。なんか初日は、コナミさん来てたみたいなんですけれども、残念ながら仕事で行けなかったんで、いやー会ってサイン欲しかったな、残念。さあルーツ・ブランチーズに来ました。
やー突然の雨に打たれてしまってちょっともったいないんですけど傘買ってしまいました。ショック。折りたたみ傘をね持ってくればよかったんですけど、こういう日に限ってね持ってこないと忘れちゃうんですよね。さっきね、ルーツブランチ、あとは 1LDK 見てきたんですけど、ルーツではね先週末にあのブラームスと、アプレッソが入ったので気になって見てきたんですけど、ちょっとパスですかね。うん、オーラリーがね結構もう揃っていて、9月中にはもうコートとかもね揃うのですげえ早いですよね。オーラリーは本当に全部フルラインナップが揃うのがさすが、パリでねショーやってるだけあってフルラインナップ揃うのがめちゃくちゃ早いです。ということでね、今六本木ミッドタウンに来ました。映画を見に行くんですけど、ちょっと時間があるのでブルーボトルコーヒーに行こうかなと思ってます。さあさてさて到着いたしました。ブルーボトルの六本木店です。なんか不思議なところにビルのね1階に入ってきますけど行ってきます。ノープ最悪な奇跡が起こると。ホラーなんですけどすごい面白そうなので見に来ました。行ってきます。いやーノープ見終わったんですけどいろいろとヤバすぎました。本当にねすごい映画ですね。久しぶりになんかとんでもない映画見たな。とんでもない映画っていうかとんでもないなんつうんだろう映像というか、いやーすごいですね。ホラーっていうか なんなん、まあ、ホラーなのかな。 SF とも違うし、いやめちゃくちゃ面白かったですね。ちょっと心臓に悪い映像が多いのでびっくりするのとか苦手な方はちょっと見るときは心してかかって見てください。いやすごかった。はい、ただいま帰ってまいりました。ピーキちゃんがねもうお腹すかしてずっと泣いてるので、まずはもうご飯をまずあげてね。ちょっと待ってねピキ。もう9時になっちゃったからノープ見てたらもう9時になっちゃってすっかり遅くなっちゃってごめんね。いやー今日はですね映画も見れてショッピング行ったんですけど、ちょっとねなんか買って帰りたかったんですけど、ね、欲しいものがなかった。オーラリーのカーディガンがね、ブラウンのカーディガンが、レディースのものが、すごいサイズが大きくて、多分あれメンズ用に使えると思うんですよね。あれ良かったなぁ。黒でもいいんですけど、黒のカーディガン。オーラリーのは、エメラルドグリーンみたいなのと、はい、ピンクと、あとは、ブラウンか。ピンクも可愛いんですけど、やっぱブラウンのカーディガンとかね、あったらすごい使えそうなんで、ちょっと悩んだんで、4万円、まあ約5万円高いよな。モヘアのニットだと結構すぐ、ワンシーズンで毛羽がどのぐらい立つか怖いのでね、なかなか手を出しづらいんですけど、ちょっとカーディガン探そうかな。よし、できた。ピキちゃん、食べよう。はい、ピキちゃんとね遊んでたらもうあっという間に夜になってしまいました。いやーもうね時間が足りないですね。こっち見てる。これねひげ伸ばしてたんですけど、コメントでもねひげすごいめちゃくちゃ似合ってますみたいなねありがたいコメントをいただいたんですけれども、なんかねなんかキャラじゃないなと思って剃っちゃいました。すごいしっかり伸びてたんで剃った時に結構ね抵抗があってちょっとね荒れちゃったんですけど、やっぱね、こう清潔な感じがなんか自分に合うかなと思ったんで、またしばらくしたら、伸ばしたいかなと思うんですけども、一旦これでヒゲキャラは終わりということで、で今夜はですね、動物奇想天外って皆さん知ってますか？僕
僕ら世代ぐらいだとみんな見てるんじゃないかな。あの戦国先生がね、まあ、いろんなインドネシアとか行って言ってね、まあ、蛇首に巻いたりとかするすごい面白い番組なんですけど、あれが YouTube で今復活しててめっちゃ面白いんで、それを、夜は毎日のように見てます。すごい感動するシーンとかめっちゃ怖いのとかいろいろあるんですけど、ライオンがやっぱみんな人気ですね。なんだっけ、ライオンのそういうほっこりするストーリーとか、あとタコの生態とか、あとチンパンジーの握力が300キロとかね、結構いろいろ面白いコンテンツあるんで、ぜひ皆さん見てみてください。ということで今日はこれで終わり。それではさよなら。